皆さんこんにちは、あーちゃんです。今日は化粧ポーチの中身を紹介したいと思います。まずこっちはおうち用です。おうちに置いといて、持ち歩かない用のポーチです。なのでちょっと大きいです。しまう場所とか困るんで、いっぱいこう入れられるポーチを探してた時に、フォーエバーで1200円ぐらいでこんな大きいのがあったから、あ、これでいいやと思って買いました。筆入れるところとかがついてるわけでもないし、本当にただの入れ物って感じなんですけど、大きいし持ち歩きも便利だし丈夫なので、ずっとこれも2年ぐらい使ってます。多分まだ店頭にも並んでるのかな、よく見かけるんであると思うんで使ってみてください。で、こっちには主に下地とかファンデーションとか直すために使わないもの、お家でしか使わないものを入れてます。肌系コスメは全部こっちに入れてますね。シェーディングとかも入れてます。あと筆とかもほとんど全部こっちに入れてます。で、たまに気分を変えた時に使うやつで、ケイトのブラウンシェードアイズってやつなんですけど、ここの色全部なくなっちゃいました。ずっと使っててなくなっちゃったんですけど、下の涙袋作る時とかすごく便利です。あとはこれですね、キャンメイクルースチークってやつなんですけど、変わってるチークで、普通のチークだったらこういう風になってると思うんですけど、このチークはちょっと変わってて、ここにパフがついててこういう風になってるんですね。フェイスパウダーみたいな感じになってて、でこうやって出して使うみたいな感じになってるんですけど、色がシェーディングとチークを混ぜたみたいな茶色みがかったオレンジみたいな感じなんで、すごい日焼けっぽく使えるので、日焼けメイクをするときはここに鼻の上にまで全部こうやって塗って日焼けっぽくするように使ってます。なので気分変えたいときとか、暑い日は特にこういうのを使って夏っぽさを出してます。あとはこれですね、アレスショップっていうウィッグとかを売ってる場所で買ったんですけど、マスカラにもなるし、筆にとって使えばアイライナーとしても使えるんですけど、これ2色あってこんな感じになってます。で、これがブラックライトで光るんですよ。クラブとか行ったりとか、お祭りで暗いところに行ったりとかすると、ブラックライトで光るんで、派手めにしたい時にこうつけます。で、下のつけまつげをつけてから、つけまつげにこれとか塗ったりすると、すごい存在感のある下まつげになって、とても可愛いです。で、こっちが持ち歩き用のポーチになります。私アナップっていうお店で働いていたことがあって、その時に買ったものなんですけど、アナップってコンセプトによって名前が違くて、アナップとかミンピとかクルーセとかサンディとか、いろいろ部類分けされてるんですけど、これは小物のブランドのクルーセってやつです。これのシリーズ結構バッグとか小物ピアスとかもいっぱい持ってて、すごい使いやすいし、この派手なキラキラのピンクが気に入って買いました。で、こっちには化粧直しするための道具が入ってて、ちょっとこれティッシュ、ポケットティッシュとか、このフェイスパウダーとかが入ってます。で、私の化粧直しの手順は、鏡開いて一回この辺をティッシュで油分を全部こう落としてから、パウダーを重ねてノーズシャドウでもう一回だけですね。お直しなんで、あんまりやると濃くなっちゃうんで、シャッシャってやるだけでお直し完成です。で、あとはこのお直しに重要っていうか、取れやすくて重要なのがこれですね。これ忘れたらもうその日はずっとブルーになっちゃいます。ご飯食べた後とか落ちてきたかなと思ったら、これいつも塗り直す。1日6回ぐらい5、6回ぐらい塗り直すぐらい、私は結構口は気にして直すようにしてます。すごい可愛い色なので、すごいおすすめです。3000円ぐらいで買えるので、みんなにも買ってほしいですね。あとはこれですね、これ綿棒なんですけど、こっち側が化粧落とし、クレンジングが吸い込ませてある綿棒で、でこっちは普通の綿棒なので、これ目の下が黒くなっちゃって、映画とか見て泣いたりとかして黒くなっちゃった時は、こっちで一回こう落として、こっちで拭き取ったりすると、綺麗にまたメイクがし直せるっていう商品です。100均とかにも今こういうの売ってるので、皆さん買ってみてください。これで私のポーチの中身の紹介を終わります。他の動画もたくさんアップしているので、よかったら見てみてください。バイバーイ。皆さんこんにちは、あおちゃんです。今日はデビルメイクをしました。もうちょっとで10月でハロウィンになるので、使えるメイクだと思います。みんな見てください。スタート。これは化粧下地です。ソフィーナプリマビスタの皮脂崩れ防止化粧下地です。これは私がもうリピ買いしてるもので、皮脂とか汗に強いので、夏終わっちゃうんですけど、ずっと一年中使えるものになります。重くないっていうか、サラサラ系水っぽい感じなので、つけてても全然厚塗り感にならないんで、すごくいいです。使ってみてください。